フレデリック・ハミルトン・デイビーフレデリック・ハミルトン・デイビーは、イギリスのアマチュア植物学者である。イングランド南部、コーンウォールの植物史を研究した。コーンウォール、ケネル・ベールのポンサヌースに生まれた。大家族に生まれ11歳で学校を辞め、製粉会社で働いた。父親や地域牧師の励ましで、自然科学の研究が趣味となった。 病弱でしばしば病気に悩まされたが研究を続けた。1891年に23歳になった時、コーンウォール技術会に最初の論文を発表し、その後もいくつかの論文を発表し、多くの賞を得た。1899年にインドで長く役人として働き、鳥類学者、植物コレクターで南ロンドン植物クラブの創立者の アラン・オクタビアン・ヒュームと知り合い、デイボンやコーンウォールのフィールド研究に同行した。このことが契機で、デイビーの代表作、コーンウォール植物誌の執筆を始めた。1900年に、鉱山学校で科学などを学び、2年後には、工場長の父親の助手を務めるようになった。しかし数年後、再び健康状態が悪化する。1911年には、 心筋拘束とそれに伴う脳拘束により話すことができなくなった。1915年に47歳で没した。生涯独身だった。1909年のコーンウォールの植物誌はコーンウォールの植物に関するスタンダードワークでヒュームのデボンやコーンウォールへの同行やヒュームの資金で出版されたことに感謝を捧げている。 1576年のものから残されているコーンウォールの植物に関する文書からデイビーの時代までの文献をまとめコーンウォールを8つの地域に分けて植物賞がまとめられたコーンウォールの王立研究所を通じて集められたボランティアや地元の新聞に寄せられた手紙の情報がデイビスによって編集され600ページの書籍となりチェックイダ団ペンディンから出版された ニレの木の後輩種、デイビーニレに、デイビーの名前が付けられた。デイビーは、植物の学名で命名者を示す場合に、フレデリック・ハミルトン・デイビーを示すのに使われる。ありがとうございます。